皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。いきなりクライマックスなんですけど、この人消えた。前回はゲロ吐きながら倒れたから、また夢かな。しかし毎回不気味な夢を見るんだぜ。なんで戻ってきた。あれ、ずっとついてきてた片足立ちの人がいない。というかなんか変なのに変わってる。卵みたいで気持ち悪いぜ。先へ進みましょう。お、なんかあるぞ。ふむふむ、あーはいはい、わからん。わからないんかい、わかってる感じ出すなよ。何かを冷凍保存しちゃった的なことが書かれてるのかな。まあいいでしょう。ご飯だ。こっちからじゃ食べられないみたい。ああ、今日のスケジュールだね。特に関係はなさそう。そんなことよりご飯を食べよう。うまい。この機械は何だろう？矢印がついてるからクレーンみたいなのを動かすのかな？わからないね。この窓覗けそうだぜ。右上になんかいる。さっきの機械でこの中の何かが動くのかな？ちょっといじってみようぜ。お、もう右には行けないみたい。何が動いたのかな？右上のやつが動いてるね。あれをどこかに移動させないといけないのかな？うーむ、どうすればいいのか？カットします。オッケー、わかったわ。あのクレーンを左上の火がついてるところに持っていけばいいんだね。めっちゃ時間かかったよ。このまま上に動かして左だね。お、引っかかった？どれぐらい動いてるのかわからない。下行っちゃってるじゃん。一つ上だったか。そのまま行けないかな。行けたぜ。なんだ？サイレンが鳴ってるな。左の部屋見てから様子を見に行こう。ご飯だ。うまい。煙？あ、これ火災だわ。だんだん、息が苦しくなって。一酸化炭素中毒です。ちゃんと火気厳禁のマークあるね。ほい。今度は奥の部屋に行こうぜ。そうだね、煙に対処しないと先に進めなそうだしね。その前にご飯。うまい。それか右の道が間違ってるのかもしれないぜ。やっぱり無理。まあ奥の部屋に行こうか。暗いよ。
トイレか。どんどん聞こえる。ここに何かいる。早く抜けようぜ。ボタンだ。電気がついた。お、上に防具服があるな。うわあ、敵だあ。気づくなよ。見つかってない？上来るな。戻るんかい。よしよし。無事抜けれたよ。え？何か浮かしてない？やばそう。何か来る。燃えてたぜ。機械も動き出した。道はどこ？いてー。あれ刺さるのか。めっちゃ痛そう。油断せずに行こう。ここか。これ行ったら当たるよね。結構ギリギリ。ふう、危険が危ない。小泉霊夢？なんだこのボタン。うわ、なんだ？何かがぶつかった音がするよ。電気いいね。あしー、レイムー。死ぬかと思った。生きててよかった。え、強そう。気づいてない？これボタン押してみようか。うわぁ、意外にいけそう。うひ。はい、では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。また次回。それでは、バイバイ。